アンダーウォーターは2020年のアメリカ合衆国のスリラー映画。監督はウィリアム・ユー・バンク。出演はクリステン・スチュワートとバンサン・カッセルなど。海底地震で目覚めた未知の生命体に襲撃された深海の調査基地の研究員たちのサバイバルを描いている。日本国内で劇場公開されなかったが、2020年9月2日に iTunes での配信が始まった。また、 20世紀スタジオインターナショナルの公式サイトは、同年8月6日に閉鎖したため、日本における20世紀フォックス作品として、ウォルトディズニー・ジャパンによるブエナビスタ・インターナショナルのレーベルで担当するのは、本作のみとなる。なお、本作をアメリカで配給を担当した20世紀フォックスは2020年1月17日に、社名を20世紀スタジオに変更した。そのため、 本作が20世紀、フォックス名義で配給を担当した最後の映画作品となった。ノラプライスたちは海面下7マイルにある施設で研究、調査を行っていた。そんなある日、大地震が発生し、施設が致命的な損傷を受けてしまった。救助が来るまで酸素が持たない可能性が高かったため、ノラたちは潜水服を着て近くにある施設まで向かうことにした。 ところが、ノラたちは別の危機に直面することになった。地震をきっかけに海底に潜んでいた未知の生命体が覚醒してしまい、ノラたちに襲いかかったのである。カッコ内は日本語吹き替え声優。2017年2月22日、クリステン・スチュワートが本作の出演交渉に臨んでいるとの報道があった。3月7日、TJ ・ミラーとジェシカ・ヘンウィックが 本作に出演することになったと報じられた。同月、本作の主要撮影が始まった。4月、ママ・ドゥ・アティエ、ジョン・ギャラガー・ジュニア、ビンセント・カッセルがキャスト入りした。2018年5月2日、マルコ・ベルト・ラミとブランドン・ロバーツが本作で使用される楽曲を手掛けることになったと報じられた。2019年8月19日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。 本作は、コスメティックを私たちが、ブーズよ。と同じ週に封切られ、公開初週末に600万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを若干上回るものとなった。2020年1月10日、本作は全米2791巻で公開され、公開初週末に700万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場7位となった。 本作に対する批評家からの評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには215件のレビューがあり、批評家支持率は47%、平均点は10点満点で5.3点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、アンダーウォーターの出演者は実力派揃いで演出もスタイリッシュである。しかし、 そのことをもってしても、この兵書恐怖症スリラーのオリジナリティに欠ける、ストーリーが歓喜する感覚には、強い既視感を覚えてしまう。となっている。また、メトクリティックには35件のレビューがあり、過重平均値は49、100となっている。なお、本作のシネマスコアは C となっている。ありがとうございます。